早稲田大学文化構想学部2年の、寺原大地こと愛情友情俺南條こと南條京香です。よろしくお願いします。早稲田大学に通われて、その早稲田大学 の, その満足度を、まあ、0点から100点、まあ、つけるとしたら、まあ、何点になりますか？まあ、僕個人の感じで言うと、まあ、80点ぐらいですかね。プラスその80点の理由教えてください。結構多分他の大学に比べて学べることがすごく多いのと、学びの定着度は他の大学よりもすごい高いと思うんですけど、まあでもすごい授業数が多かったり先生の数が多かったりで、成績だったりとか、なんかその先生のその価値観がたまに合わなかったりとか、そこは正直運ゲーみたいなところはあったりするんで、でもすごいいい先生とお巡り合えればすごい自分のプラスになる大学じゃないのかなと思ってます。今まで受けられてきた授業の中ですごく良かったななど、まあ、そういった授業あったら教えてください。結構僕いろんな授業受けてきたんですけど、僕結構サブカルチャーとか好きなんですけど、それ以外にもいろいろ学べることがあって、で前ねサステナビリティ論っていう地球環境 の授業を取ったんですよ。もともとそんなあんまり地球環境とか全然興味なかったんですけど、でもそれで先生といろいろ話があったりとか、周りのいる友達と意見交換ができたりとかで、すごい授業以外にもすごく刺激を受けたなっていうのがあって、意外なところで出会いとかそのなんかきっかけがあるので、いろいろ受けてみたらいいと思います。まあ、マイナス20点された理由を教えてください。さっきもお話しさせてもらったんですけど、結構僕的にはすごい80点は相当高い数字だなと思ってて、もうぶっちゃけた話、勉強ってやっぱり楽なことじゃないじゃないですか。それこそ高校時代とかすごく自分の中でしんどかった時期が多かったんですけど、でも大学は基本的にベースとして楽しいので、でもその自分が頑張ったことに対して期待以上の結果が返ってくるっていうわけじゃなくて、ああこういうこともあるんだなとか、ちょっと価値観合わないなとか、まあ、それも一種の経験ではあるんですけど、そういった部分でマイナス20点をしてもらいました。受験勉強されてる中でこの勉強方法良かったななどあったら教えてください。僕は結構なんかよく地頭があんまりいい方じゃなかったので、僕はコツコツと努力するタイプの勉強をしてて、例えばじゃあ今日勉強しようみたいな、机に向かってこう9時間やろうっていうやつあるじゃないですか。僕あんまりそういうのおすすめしてなくて、実際その9時間で実際頭への定着度ってそんな高くないと思うんですよ。だったら僕は結構その電車通学だったんですけど、その電車の10分15分の中でしっかりこう単語を読み込む、その短時間で集中してやるっていうのを僕はやってましたね。で、まあ、こういった勉強だったら学びの定着深かったなどありましたら教えてください。まあ、実際すごいなんか勉強やってみて思ったことが、覚えるだけじゃなくて実際それをアウトプットするってこともすごく大切で、例えば英単語とかだったりしたら、自分がその先生役になってこの単語の意味は友達と出し合って友達が答えてみたいな、でそれまた逆になって友達が逆に問題を出してもらって、でそれ答えるみたいな。それ以外にもやっぱ文系科目以外にもやっぱ理系科目ですごく大切なことって、実際にじゃあ自分がその事柄を理解して人に教えれるかってめちゃめちゃ大切だと思うんですよ。教えれるってことは理解してるってことなので、まあ、しっかりアウトプットすることっていうのを心がけてましたね。まあ、大学入られて今いろいろとお仕事だったりお勉強されてると思うんですが、その機会でもアウトプットなどされてはいるんでしょうか？そうですね、結構まあ僕自身今ホストをやってたりとか、あとまあ個人的に YouTube とか、まあ、SNS とかいろいろやらせてもらってるんですけど、実際撮ったものを動画に上げたりとかしたり、まあ、勉強もそうなんですけど、実際学んだことを自分の接客に生かしてみるとか、結構周りとのコミュニケーションに使ってみるとか、やっぱそうすることによって1学んだものが自分の経験を通して、まあ、10以上になって返ってくるので、すごく大切なことだなと思ってますね。実際に大学に入られる前と、まあ、入ってから感じたギャップなどありましたら何か教えてください。高校生時代ってやっぱ大学って聞くとやっぱり硬いイメージしかなかったんです。やっぱり勉強が全てとかすごいイメージがあったんですけど、勉強以外にもやっぱり早稲田大学は力を入れてることが大きいなと思ったし、それこそまあ学びはもちろん、結構なんか自分の将来のことだったりとか、まあ、あの人間関係ですごくプラスになることがすごく多いなっていうか、いろんなものと出会えるきっかけというかチャンスがすごく多い空間だなって思いましたね。ご自身の中で、まあ、勉強に関してもお仕事に関しても、まあ、大切にしている自分の心得や、まあ、座右の銘など何かありますか？何事も全力で挑戦するですかね。例えばじゃあ僕ずっと早稲田大学入りたくて、でもやっぱ名前だけ聞くとやっぱりすごい難しい大学なんだろうなとか、いわゆる難関大とかいうイメージがあって、正直昔そんな頭も良くなかったんですけど、でも入りたいっていう熱意でしっかり勉強したら入れたので、やっぱそれ以外にもやっぱ自分はホストしたいからホストやったりとか、なんだろう、それこそ TikTok とか YouTube、まあ、Instagram とかそういうのが今すごい世界で流行ってて、でそういうのやっぱりバズりたいじゃないですか。でそういうのをやっぱ挑戦していくこと、気になったものは何でもとりあえずやってみるっていうことが僕の座右の
の目ですかね。こんなことやってみたいだったり、まあ、こういう風になりたいと、そういった思いはあるんですけど、なかなか挑戦できない人に向けて何かアドバイスやメッセージをお願いします。まあ、そうですね、まあ、偏見はもうぶっ壊せと言いたいですね。すごいなんか僕自身やっぱりホストだったりとか、やっぱりこういう見た目とかでいい思いをしない人ってやっぱいると思うんですよ。でも僕的には自分のやりたいこと、信念を突き通してるやつが一番かっこいいなって思ってるので、そしたらやっぱりでもそうやって悪口言う人って絶対に自分の味方にならないし、自分の何の影響にもならないなと思ってるので、自分が全力でやって、支えてくれる仲間を大切にしてください。今受験勉強を頑張っている、まあ、高校生たちにですねメッセージをお願いします。今めちゃめちゃしんどい時期だと思います。僕もすごい勉強でもやっぱり苦労したし、何か絶対目標を達成しようって時にやっぱりすごい挫折もするけど、でもそれを乗り越えたら絶対に目標夢は叶います。そして頑張った分以上の、楽しい経験や自分のプラスの経験がいっぱい返ってきます。早稲田大学で僕は待ってます。はい、ということで、以上私早稲田大学文化構想学部2年の寺原大地こと、冬月グループクラブクロエの愛情友情俺南條こと南條京雅でした。僕自身、SNS、インスタグラム、ツイッター、TikTok、 そして YouTube の、京雅の、美男子になりたい、動画更新してますので、興味がある方はよかったら見てください。よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。